彗星のごとく現れたモンバトさんの原石、モンバトアイドル VTuber の星の千歳です。イエイ。最近ね、まあ寝落ちが多いです。平日で次の日が仕事な時、もう一通りやることを言うと、もうめちゃくちゃ力抜けて、なんか寝落ち寸前になるんですよ。体力が落ちたのかなって思ったりする部分もあるし、単純に仕事がすごい疲れてるのかなっていう部分もあるし、まあ、寝落ちって意外と実はそう考えると幸せなもんなんですよね。まあ嫌なことを考えずにそのまま寝れるわけだからいいことであるんですけど、多分その分でも疲れているっていう考えるのがなんかさ、自分を追い込んでる感じ、自分で自分を追い込んでる感じみたいなさ。今回は趣向を変えた3体です。あのね、動画見返したり生放送見返したり様々な動画をエゴサした時に、まあまずこの3体はいないわというわけで今回はね、まあいろんな動画や生放送、そして僕の動画をエゴサしてとしてもほとんど出てこねえなってモンスターを3体を並べてみました。いや、活躍の場来たぞ。お前ら活躍来たぞ。活躍しとんのみんな期待しとるからね。いや、モンスターとして別に弱いわけじゃないやつも混じってんですよ。動画の中ではね。ただ、本当に使われない。いけギラ。お前もギラ使えるんだ。一応な。うん。多分お前他にギラ使えるやつが多すぎたんだよ。おら、いいぞ。普通にピタナドいいぞ、いいぞ。モンマスだからこそ活かせるこのギラの火力よ。で、ギラ撃つんだったらメーダーでいいとかなっちゃうもんね。うん。でも、おーい、避けろさあ、いたずらもぐらい行ってこい。もう、こいつもマイナーだな。別にね、ミニモンで耐性もそこそこいいんだけどね、技力もあるし。なんででしょうかね、いたずらもぐら選ばれない理由。避けれるよ、回数上げたよ。おーい。プテラドン回数上げたやろ、お前。もう、回避率がなきゃ、お前ただのさ、もう、メダル劣化になっちゃうよ。回避、回避。ほら、ほい、よいしょ、そう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 。回避ができなきゃお前メーダレとか大魔導で全て良くなっちゃうからね。いけ DLC のゴンズ。お前 DLC なのに全然出てこないのちょっと悲しいな。いけメタギリア。なんだったらお前はまだ活躍してたと思うけど。まだ一応ゴンズはさ、レイのやつで活躍してましたよね、普通に。ただプテラノドンとイタズラモグラはまず見ねえわ。ああ。なんでこいつらがね、ちょっとね、光が当たる動画にしたいと思うんですよ。このマイナー3体を救いたい。うん。いけギラ、いいよ。お前もっと集団で現れてくれよ。原作だったらね、プテラノドンいっぱいなんか出てきて、わらわらと3体とか出てきて、で、ギラ連発して、なんか壊滅に追い込ませるみたいな。そういう戦法だったのにね。1体しかいないからね。ひょいあひょいあって。だいたいプテラノドンが狙われるはずなんで、このいたずらモグラもね、この見た目で打撃耐性ですからね。打撃耐性あるからね。この見た目でいたずらモグラも。で、耐性もそこそこ優秀なんで、弱いわけではないんですけど、なんで使われないんですかね。いけ、突進切り、いけ、力貯めたよ、突進切りよ、いけ、いけ、お、いいぞゴンズ、おお、うわぁ、回、体勢の上からこんな見るのかよ。お前ら輝けるぞ。いやー、どうなんだこの3体さ、プテラドンはさっき言った通り、ギラ撃つだけだったら他に敵にいるんですよ。なんだったらこいつより回避高かったりするしね。メーダーもつけてあげたやつあるしね。で、ゴンズは DLC なんだけど、なんでこうなっちゃったのかな多分ですね、ソルジャーブルいるじゃないですか、こいつの元の。多分ソルジャーブルがね、あんソルジャーブルが、そもそも弱かったみたいな。いけ、ついばめついばめいけお、うぜおお、いいぞいいぞ、ほら、いけいけいけあー、雑魚。雑魚すぎるで、お前。せっかくだからお前の技を見せるもんだと思ったらこれだもん。お互いマイナーだな。サソリバチはまあ俺の動画のサムネになってからね。サムネにすらなってんやつらいるからね。いたずらモグラはね、多分、もうちょっとステッカー高かったら壊れてたんだよね。おー、24買ったソルジャブルお前。ソルジャブル買った24やって。いけ、めった切りや、いけ、めった切りです。おー、いいぞ力は裏切らない。力だけはたけんで、グレートグラスに打撃対策ついたみたいな性能してんじゃん、お前。いけ、穴掘り。いけ。地面を掘り進んで。いけーなーいたずらモグラのね、亜種キラースコップって言うんですけど、キラースコップはね、もう某ゲームでね、
もう右も左も上も下もキラースコップがランキング上位埋めとったからね。キラースコップの知名度は高いんだけどね。終わってたわ。お、魔王だ。やった、続くぜこの動画。いや、この辺りで合体モンスターが来たことがないんだよな、あんまり、そもそも。来たら多分動画終わってるよ。お、負けず、まさかのシークレットレア。あなたはシークレットレアのドルマゲスさん。お、ゴーさあ、黒笛のシークレットドルマゲスがやってきました。あの、正確に言うと、この携帯ではないよ。あ、でも人型の携帯でしょ。でも、割かし、いけると思うけどな。まあ、ギラは通らんにして、ついばめ。いけ、ついばめ攻め。俺、いけ。なんか、ウルトラキメイラと同じことしとるよ、お前。よくよく考えたらね、ついばむって言ったら、ウルトラキメイラも同じことできますからね。突進切り。おい、やべえ、すーよ、マジか。ゴンズいいぞ、突進切り。突進切りで、なんか物理的行動不能も入ってるから、意外とね、出るよ。本当に。ゴンズ火力だけは正義だし、打撃耐性もあるから、なんか、最低限のなんか物理アタッカーにはなってるって印象ですね、個人的に。そう、物理アタッカーにはなりうってるから、ちゃんと。最低限の。さあ、いたずらもがいってこい。キラースコップだったらいいのにな、こいつ黒ブレだったら強いのに。黒ブレのいたずらもがだと思う。キラースコップだったら最高なのにな。いけ、ヤングさんのレップ12なんだ、くらえ。あと100ぐらいでしょ、この行動、このターンの行動次第ね。あ、攻撃に入るのか。これだとどうだろうな、暗い次第だね。でも激しいのお前ら大丈夫だろう。てか、じゃあ光の玉の余裕あるかな。光の玉余裕あります。玉余裕使って、お前らが大魔王を飛ばしたら結構さ、結構快挙だよ。ね。まあ、視聴者企画とかでかなりひどい目に遭ってますけど、僕もチームとかは。それでもさ、こう3体揃うことってないですよ、なかなか。だから、誰だろう、こいつみてえなやつが3体揃うことあんまない。さあ、仕留められるか、灼熱技をギーラ。おー、さすがに最後は決めるのね、ちゃんと。だから、マイナー3体でちゃんと狙ったように固めるってあんまないからね。さあ、このパーティーがどこまでいけるか。見物ですね。いや、きつっ。もうきつ、無理、大丈夫か、いけるか。え、お前ら、いけるか。いける。いや、ラップソーンなのはなんとなく予測はしてるんですけど、そりゃ。それでもね、2300しかの HP がないのに、このチームって。大丈夫、いけるか。いや、でも勇気チャージはうまいことさっき言ってたから、ワンチャン早めに仕留めれば、こっちがいける可能性は大いにあるよ。うん、まあチャンスはあるか。で、もうついばむしかないです。ラプソンの賢さ的にギラは通らんと見ていいと見ていいと見ていいです。バカ誰かも。頑張れ、頑張れ、いたずらもぐら、いけ、頑張れ。ドリルスコップ、なあ。打点は出てんだよ、ラプソン。打点は出んだけどね。あ、来た、サイコストームやし、しかも輝けてもまずかったら。避けろ、プテラド、頑張れ、避けろ、プテラド。おい、プテラド、先輩やっちゃう。プテラド、鍵開けたろ、お前、わさの鍵開けたんだって。こういう時に避けたら、避けろ、全然避けねえ。避けるわけねえよ、こいつら。きつー。はい、もうきつくなりました。もう一瞬にしてね、きついです、このゲーム。きついゲーミングが、そのままなぎ倒されちゃう。おい、プテラド、何しめきだ、頑張れ。本格的先輩やめろや。頑張って。え、頑張って。なんかもう頑張って。俺もね。おお、いった !591。威力ケースは一緒か、ソルジャーブルト。流星群。ここピロリ。打撃耐性はみんなあるから、みんなない。プテラド、ピロリ。ピロリもピロリになる。頼む、ピロリ、よし、来た。まだあるな。でも次どうする？メラゾーマか輝きの卓だろ。そうだね。メラゾーマ。でもそうなっちゃうとさ、どうせ死んじゃうよ。奇跡も魔法もあるんだよ。そうだね、これしかないよね、これしかないよね。ワンチャン輝き皆さんも耐えるかなって思うんだけど、それやったら判断ミスになっちゃうな。天使だと思うな。で、それやったらピロリしなくてよかったのか。いや、それやったらピロリじゃなくてもいい。でも4、厳しいな。天使じゃなくても良かった気がするもん、俺。頑張れ。いや、ワンチャンあるな。輝く雪。これでさ、どうなんだ、輝く雪。てか、ピロリあればもしかして耐える？あーん！天使で正解。天使で正解だったわ。すごい勢いで消されたわ。頼む。
ワンチャンあるな。4ターン目次第でワンチャンあるかもしれん。イテハを引ければ。50% イテハを引ければ、ある。奇跡も魔法もあるんだよ。あるな。これあるな。イテハが、ラプソンがイテハを先制で打つことが意外と勝ち筋かもしれん。必勝パターン以外でも勝てるのを見せてやれ。あーもうイテハで勝ちないな。いや、会心で一応あるか。一応会心で、ある。打点は取れた。ここで、おーい、ヒヤヒヤさせてくれんじゃねえか。いい勝負に持ってくね、ラプソン。ラプソン、いい勝負に持ってくね。ゴンズ？ゴンズ？お前、選ばれとるぞ、お前。今期待されてるぞ、ゴンズ、今。いけ、突進切りや。いいよ、今期待されてる。会心出れば終わる。それで、このゲームは。おら！あー、会心は出ないか。まだだ。5ターン目も、まだ、イテハの可能性。そして、流星群がある。流星群は、プテラドンがさっきみたいにピロリを起こせば勝てるんだよ。ピロリ！プテラドン？プテラドン？プテラドン？避ければいける。プテラドン避けろ。ピロリ！ナイスピロリ！ナイスピロリ！ピロリ！ピロリ！カモカモ！まあ、こうなるよね。絶対にマイナーな3体 VS。絶対にメジャーな3体で勝負したいと思います。いや、全然なんかさ、知名度が違うんだけど。知名度とさ、HP の差がさ、すごいことになってる。いや、これで勝ったらもうさっきのラプソンなかったみたいなもんですよ。ここで勝てたらさ、さっきのラプソン戦はもはやなかったレベルだと思うんですよ。ナイトリッチとゴールゴーレム、まあ、ゴールゴーレムは微妙だけどね。ゴールゴーレムはまあ、そんな動画で出てるかって微妙だけど、これでね、勝ったら、株上がるよ、普通に。ナイトリッチに入れる魔法使い。今回魔法使いチームっす、あれ。あれ魔法使いチームです、見た目。お、来たよ、はい、来た来た来た、フルソニック。まあ、これ大事。はい。さあ、プテラドンピロリ。よろしく！ノーと !100 に食らっとる。普通に100に食らっとるかな。まあまあ、でも、プテラドンの賢さが高いから100で抑えられてんのか。いたずら文化とゴンズが逆に賢さ低すぎてこうなっちゃうのか。さあ、問題は魔法使いとかの賢さで上がってきたこのドルマがね、300取っちゃうかな。どう？うわ、おお、大丈夫。265、いたずら文化と暗黒耐性撃破。問題はバギマだな。これバギマ怖えな。プテラドンって確か風に弱かったよね。あれ、風に弱いって大丈夫かな。風、あー、結構食らう。結構食らうな。いや、本当に結構食らうな。こっからお前ら返せんのか。いや、いけるんだろう。いけ、よし、いいよ。ゴールデンゴーレム狙うの一番いい。おお、強っ。めっちゃ強い。めっちゃ火力やばい。やばいぞ、これ。これこれ狙えばワンチャン本当にあるな。いや、いい感じに、しかもゴルゴレ狙ってるし、ちゃんと。ちゃんとゴルゴレ狙ってんな。これゴルゴレちゃんと狙ってる。へえ、魔法使いに行かないんだ、賢者のローブ来てんのに。マジか。いけるかもしれんよ、本当に。打撃小弱点のゴールデンゴーレムを、そしてポンポン狙ってけば、割かしある、これは。すげえ、ゴールデンゴーレム超的じゃん。めっちゃ的になってる、今。あいつ。ゴルゴレどんな気持ち？そんななんか見た目してめっちゃボコスカ狙われて、どんな気持ちだよ、おい。うわ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 、きついきつい。きついきついきつい。あれ、これそのまま行ったら負けるこれ。あれ、これそのまま行ったら負ける？おい、ちょっとピロリ、ピロリ入った。ピロリは入ってるよ。さあ、怪しいとこだな。ギラどんぐらい入んのよ。ギラ、おい。わあ、微妙。ナイトリッチおかしいでしょ。あ、突進切り、いいよ。あれ、これなんかさ、あれなんかそのまま行くとこれ負けそうやな。でもこんなに HP 高いしたよ。あれなんかこれそのまま行くと負ける？そのままやってたら負ける？あれ、終わりそうだな。勝てるね、条件を一つだけ設けたいと思います。敵の SP 攻撃を耐える、それがこのチームの勝つ条件です。ゴールデンゴーレムで打点は稼いでたのがでかくて、さあ問題は心合体モンスター召喚、耐えれば一品の勝ちということですね。そう、ギガデインで仕留めに行かなかったんですよ、相手僕は。さあ耐えれるかチェック。稲妻は雷光月クライム。ちょっと待って待って待って、耐えるか耐えるか、全然耐えない。ハンデもらってもこれか。